農業は芸術だ。はい、いつも畑ですけど、今日は寺坂農園の販管システム、ね、今日立システムズさんとやってるけれども、それをね新しく、リニューアルしようと目論んでるんですよ。それに対するワイワイガヤガヤ。産直農家が取り組む販管システムを、まあ、現状の課題とそれをどのような未来へ持ってって、 目的は効率化で人員削減で、人員削減したら雇用が減るんじゃなくて、その手間が減った分さらに良いサービス、ね、お手紙書いたり、はい、電話したりとか、うん、そっちに手が回るよねっていう、そういうお話をしたいと思います。よろしくお願いします。ノーチューバーの寺坂です。販売の担当のチーフの笹原です。弊社の、はい、どう紹介したらいいんだ。茨城県でレグミ農園っていう新規就農でメロン農家を始めたんだけれども、システム開発。そうですね、もともと IT の、うん、あの仕事していて、うん、自分の IT の会社を作りました。それがレグミっていう会社で、はい、で、農業のと IT を組み合わせようと思ったんですけど、うんうん、農業のことがちょっとよく分かんなくて勉強してたら、うん、これ農業法人作った方が早いかなとで子会社に農業法人を作って、それがレグミ農園ですね。はい、でちょっとたまたまあのメロンに気づいたんで、はい、でメロンで、あの一番進んでる農家はどこだと、うちと相性がいいのはどこだと調べていったら、あの寺坂農園とかに来て、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、で初めて会ったのは熊本っていうね、はい、熊本の僕の公園に来て、はい、茨城から来たのって熊本県で、あっせそれから一緒にメロン農家回ったり、うちに来てもらったりっていう流れですよね。はい、すごくないですか、赤切さん、独立して農業と IT 組み合わせるんだ、農業やった方が早いって言ったんだよ。それで作っちゃえ、それで農業法人立てて、やばいですね。ベタにメロン作ってるもんね。今年も食べさせたの、ね。そう、あ、夏食レポしたしょ、うん。なんだっけ、アールスナイトのメロン。はい、あれ赤切さん育てたメロン。ね、はい。こんな3人で今日はお届けしていきます。何から喋ろう。まず課題。今使ってる販管システム。うん、やっぱり社長もさっき冒頭で言ってたように、効率化と、まあ、その効率できたところでのやっぱり他に手の回りもっと回したい、うん、逆にアナログな部分をでお客様が満足できるようなお客さんサポートできる部分に力を注いでいきたいというのがやっぱ大、ね、目標であって、でそれに伴って今の、まあ、販管システム自体は今すごいちゃんと使えてるし、いいものなんですけど、よくできてるね。ただ販管システムって1個だけで考えるのがまた難しいところで、結局販管システムに付随したじゃあそれに対して、今扱ってる例えば配送業者の送り状を出すソフトって何を使うんだ、それと販管システムあってるのか、今カートって自社で持ってるの、それともレンタルなの、うちの場合レンタルなんですけども、じゃあそのレンタルカートと今システムがっちり組み合わさってるんで、なかなかポンってシステム変えたら今度逆にカート部分がうまく動かないかもとか、あっちを出すとこっちが引っ込むとか、なんかそんなような状態でなかなかうまくいかないで、全体をやっぱ変えていかないといけないってところで、全体を見て統合していかなきゃいけないって感じで、オペレーションもどんどん変わっていくんで、商品も増えれば、そうオペレーションのやそのね、総量区分ができる、できるとか、注文を受けてからの発送するまでの流れがどんどん変わっていくんで、やっぱり同梱がある、サイズ規格もある、だから常にやっぱ今の現状に合ったシステムだったりとかに、またはシステムで合わせれないところはオペレーションを変えていくっていうことをやっていかないと、もう多分働いてる人が疲弊していくだけなんですよね。言ってしまえば疲弊していくんですよ。残業どん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 売上が上がっていくのにみたいな、ブラック農園になっちゃう。あれそうですね、あの人ずっといるね。紙とボールペンちょうだい、ごめん、紙とボールペン。現状でね、寺坂農園今1万2000人ぐらいのお客様が2万5000個の
商品、まあ、配送荷物を買ってくれてるっていう状況なんですよ。それで受注が6人だね。6人ですね。しかもその6人も、うん、あれですよね、うん、うち2人がたまたま季節雇用の方で入ってる、通年の方ではないっていう状態なんで、結構そこも怖くて、うん、そうそうそう人も安定してないんで、うん、たまたま今年すごいいい方来てくれたから、ね、事務仕事できますよって言ってくれて、はい、いろいろやってく手伝ってくれたけど、その人がいなかったと思うとゾッとするみたいな、うん、そうしてよね、そうすよ、やばいよね、怖いですよ、現状、うん、綱渡りですそれが、うちの問題点まだまだいっぱいあるんだけど、赤桐さんもう農園持っててメロン作ってるでしょ。そしてやっぱ自分で売らなきゃいけないから、その間には販売管理システムと通販がね、収穫、箱詰め、発送で入金管理までのオペレーションが絶対必要だから、はい、販管システム、パソコンの中の動く、それを作るんですよね。あとカートもね。そうですね、うん、まあ、カートは、うん、そうですね、カートも作りますね、うん、で作らなきゃいけないんで作れるしみたいな、はい、それでうちと今ちょっといろいろ協業っていうのかな、そうですね、うん、パートナーとなって、はい、うちはこうやってるよとか、こういう問題あるよっていうのを、もうものすごく吸収できるもんね。そうですね問題課題だらけなんで、はい、でまあ理想となったら今6人で受注やってるのが何ぐらい、4人とかになれば、その2人が実 務、うんうん、実務的な部分が4人で回せれば、うん、2人がそれこそもう本当もうお客様の、うん、対応、うん、例えば LINE を専属でやったりとかもそうですし、うんうん、そうだよね、あとは、まあ、今全然フォローの方、お客様が買っていただいて、うん、で例えばフォローコールであったり、フォローのメールであったり、うん、フォローのお手紙であったりとか、うんうんうん、っていうところまでやっていけるなっていうのが、一人とか要はお客様サポートを未来見てるね、そのっていう部署が一個立ち上がるぞっていうぐらい、その一人作業するにあたって一人減っても回るぐらいの効率化が進めば、それだけ未来は広がるなと思います。おいいこと言うな、お前昨日話した感じだと、うん、実は一番あの稼働減るのは笹原さんじゃないかな。まあ確かに、ね、笹原さんの体が空くということは、うん、やっぱ一つ、うんうん、なんていうんですかね、部署でもサービスでもいいんですけど、うん、あのリードすることができることを意味するんで、うん、やっぱり大きいんじゃないかなっていう気は、ね、お客様が喜ぶことをもっとできるってことですよね。うん、なるほど。いや、本当にいいこと言うね。あ、俺経営者でしょ。経営者でしょ。人減ったら利益が増えるなって。ちょっと目が円マークって、もうねすぐコストに考えちゃうけど、まあ、人は宝だからね。会社は人で成り立ってるんで、より輝くことができるね。だって現状あれでしょ。例えば販管システムに入れてるんだけど、配送業者の伝票を出すために Excel で、Excel、そうですね。CSV 読み込んで。CSV 直し手直しして、うん、もう一回あの その配送業者のソフトに、うん、送り所のソフトに入れ直して、うん、印刷してるすごいですね。それはもう要は販管システムがそもそも一社の、うん、ある A 社の、うん、配送ソフトに対応するように作っちゃったもんで、うん、あ、そっかそっかそっか、うん、でまあやっぱり配送業者さんもね、うん、あの安い、ね、見積もり持ってきて、いや、うん、うち使いませんかってなっていくうちに、うん、あ、使った方が絶対会社の利益になるってところ出てきたら、そっちに乗り換えたいじゃないですか、うんうんうん、となると、うん、B 社になった時に全く元々の販管システムの機能が使えないっていうのが現状です。結構ね、きついですね。きついよね。そういう全部意外と手作業が入ってるんですよ。やってくるんです。うん、もうそれどころ まだまだいっぱいあるもんね、そういうところがね。うん、細かいところで販管システムで対応、今使っている寺坂農園で販管システムで対応できない部分は一回データ出して尽力で、うんうん、修正してまた違うソフトに入れてるのもね。うん、赤桐さんから、まあ今日2回目来てもらって、いろいろ状況を見てって、所感をお聞かせいただけたら。
まず一般的な農家さんとか、うん、小さい会社さんと、システム作るよりはあるものを使うべきなんですね、うんうん、はい、でどうするかというとオペレーションの方をシステムに合わせると、うん、で今時いわゆるクラウドサービスがたくさんありますので、うん、自分のところに合いそうなのを選んできて、うん、自分のオペレーションをそれに合わせるってやった方が、まあ、明らかにコストの効率が良くなるんですね、はい、うちまず最初にそれを考えるべきなんですけど、うん、寺坂農園さんはちょっとそれでは、うん、規模が大きすぎるのかなと、でかつもともとちょっとすごいなと思うのは SE の人とか雇ってシステム作ったりとかしてた背景があるんで、業務がもうありきでシステムが出来上がっているというのがちょっと少し小さな会社農家さん、少し小さいというか、まあ、小さな会社とか農家さんと寺坂さんのちょっと違い、まず大きな違いですと。でそうは言っても笹原さんとか、まあ、田村さんとか伊藤さんもそうだと思うんですけど、基本的にシステムをすぐじゃあコード書き換えて一瞬で直して対応しちゃおうぜっていうよりは、できないものはオペレーションでカバーしていこうという、これとても正しい姿勢なんですけど、というふうに運用されていると。でちょっとあのオペレーションでを変えて対応するものが多いかなとちょっと貯金されちゃったかなと。そうだね。でうちの会社はIT の会社なんで、クラウドサービスも使うかもしれないですけど、うん、自分らで作っちゃえるんで、うん、ちょいちょいって直しちゃうんですけど、まあ、普通の方はなかなかできないじゃないですか、うん、なんで今回本当は今あるものをちょいちょいって直してあげてもいいんですけど、うん、まあソフトウェアのバージョンの問題とか、まあ、そういうのがあるんで、まあ、この際直してで痒いところに手が届くようにして、うん、で当分では私は近くにいますから、うん、まあ、近くつでも物理的には遠いですけどね、うん、ちょっとじゃあ CSV のフォーマットが変わりましたって言われたら、まあ、大体うちでやれば20秒ぐらいでこう修正できますから、うん、これを書き換えて、うん、ポンと、はい、これで使ってくださいみたいな、うん、動きにしていくと、笹原さんそういうの10個も20個も書かれてるんで、うん、はい、結構稼働開くよなとか、うん、だったらあれだよね、笹原さんがもし倒れたり入院したりしたら、うん、うち崩壊する？僕も消えますね。一緒にやってる。あ、笹原さん倒れた、逃げようみたいな。社長ごめんって心で、はい。いや、これね、会社としてみればもうリスクでかいんで、うん、そうですね、すごい、はい、確かに、うん、笹原さん抜けた時に私が入れるっていうもう状態じゃないもんね、うん、昔ならできたよね、うん、昔は大丈夫、ね、だけど今だったら私がね、エクセルでね、こうデータ変えたりとか、うん、アクセス使ってね、こう入れてってとかできない、できないこれでやっぱり すごい大きなリスク、細かいなんか、うんうん、細かい仕事が増えちゃいましたね、やっぱどん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 年経つにつれて、そのシステムに合わないところをオペレーションを変えることによって、うん、でそれを全部、うんうん、なかなか把握してる人はいない、うん、そうだ状態になってしまったのは、うん、まあ、本当はいけないですけど、うん、そういうのを報告したりなんかまとめたりしなきゃいけないんですけど、うん、それもなんかできてない現状でございます、ね、うん、いや、だから、ね、経営の立場からしてみては、ね、誰かが主要メンバーが抜けてもやっぱり注文受付と発送がスムーズに続いていくって、うん、そして、ね、入金管理も続いていくっていうのはもうこれ絶対だと思うので、はい、うん、ここはねちょっと直してもっとスムーズにしていかなきゃいけないよね、うん、その今持ってる本当たくさんありすぎて説明できないぐらいの課題とか、うん、それを次のシステムでスムーズに誰でもできるようにってな、してね。そうですね、自動でできちゃうものが結構あるんで、うん、そこは自動化していきたいなと。じゃあ1個だけ、はい、1個だけ、あ、ここ自動化できるなみたいな、例えば うちの今のこのハンカチですね、メールとかですか。そうですね、あと何個売って注文入ってるんだろうとかっていう数字が、あ、できてない、うん、毎日メールでレポートしとけば誰でも見れるとか、はあ、簡単ですよね、カウントすればいい。あ、例えば青肉メロンがあと100個だと、うん、はい、だけどシステムと連動してないから、はい、アナログで数えてるわけだ。今は僕がエクセルみたいな表計算表に、はい、もともと、まあ、想定する、うん、できる収穫量、うん、で発送済み、発送が終わった分のメロンの玉数、うんうん、これから発送するであろう玉数、うんうん、っていうのを全部入れて、うん、あの
あと何玉受けれるなとか、うん、あそれをみんな足りないなっていうのを見て、うんうん、みんなにあと何玉あるよとか、そしてホワイトボードに書くみたいなっていうのが今ね、めっちゃのメロンなら、ね、あのホワイトボードメロンはまだ簡単なんですよね、うん、これはね商品アイテム増えたらもうすごいなります、うん、あこれから秋野菜大変だ、秋野菜種類多いからね、じゃがいもだけで5種類あるからね、その全部の種類を拾ってで、うん、まあ発想とか見発想は拾えるね、拾って、うん、表に一回直してから、うん、みんな何が何どのぐらいあと受けれますよとか、うん、もう売り切れになりますっていうのをやってます、うん、それかね、それか買い物カゴのあっという間ですよね、そうです、できるの？できます、ね、うん、あの買い物カゴのカートが自動で閉じて、はい、立ったら、はい、あのメロンの数とか数えたり、1頭で何個取れるから、うん、何十頭あるからっていうのはさすがに手で数える、うん、ないしは手で計算するしかないですけど、うん、そもそもそれ通りに取れるとの限らない部分で変動が大きいからね、注文の数は出せます、ね、うん、簡単に、はい、そして各ね、使ってる人にあと何玉って表示できるもんね、はい、そしたらいちいち言わなくてもいいし、はい、いちいち聞かなくていいし、はい、意外とやばかったってやばいですよね、意外とないとか、そうそうそう、パートさんとかやっぱ絶対休みは当たり前だから、うん、出てきたら2日休んで出てきたら状況が全然違う、うん、実は赤肉メロンはもうやってなかったとか、うん、トウモロコシの注文始まってたとか、うん、テレビに出て注文が殺到してたとか、もうガラッと世界が変わるんで、ね、うん、それがみんなで共有できたらすごくいいよね、そういうのは自動で持ってきますね、一例としてね、あと笹原さんが CSV の変換、まあ、変換ですねとかやってるのも、まあ、自動でできちゃいますし、うんうんうん、その気になれば朝来たら伝票が全部すり上がってるとか、うん、そこまで言っていいの、まあ、やればできますけど、まあ、ちょっとね物理的ハードの方からめちゃうとあの紙切れの問題とかあるんで、うん、あの来てからそこやった方がいいかなっていう可能性はありますけど、やろうと思えば全然、うわ、それすごいね、難しくはない、すごいです、朝ね農園に来たら、はい、今日発送する送り状が印刷され終わってる、うん、納品書も、納品書もそうですね、納品書も、のしも、うわ夢のような世界だな、すごいですね、はあ、そんなことできると すら分かんないもんね、うね、もうこんなもんだと思ってるからね、うん、そうですね、そういう余地はね、昨日お話ししたら結構、うんうん、はい、ありましたね、領収書もそうですよね、手で書かなくても、うんうん、はい、今時もなぜ、うん、ハンコなしとかって言ってる時代ですか、今ハンコなしだもん、あ、そっか、そうですよね、まあ、ハンコ印刷してまあこう言っとけばいいんですけど、それでもほとんど大丈夫ですよね、領収書これも多分ないと思う、今そうだよ、ネットで買い物したら、はい、領収書印刷するって、はい、で出力は1回限りで PDF を落として、はい、で印刷して経理で取っちゃうもんね、はい、そうです、そうすると、うん、あとはクレジットカードの決済のタイミングとかうまく合わせれば、うんうん、お客さんの方でこうピッと押せば、うん、領収書パッと手に入るから、そうお客さんもストレスないし、うわうちも楽じゃん、楽っすよ、めっちゃうちめっちゃアナログでやってるよね、アナログです、発送し終わってからこれは領収書だみたいな、そうそうそう、手書きして宛先書いて80何円貼って送ってとか、手先もお客さん自分で入れればいいんで、そうだ、自分みたく会社やってると会社で買うのと個人で買うのあるじゃないですか、うん、で領収書会社で欲しいとき、うん、まあ、会社だけか領収書欲しいのは、うん、会社名入れたいけど、うん、ID は個人だったりするじゃないですか、うん、そう自分で入れてくれればあの会社名なんとか領収書に手で書かなくて、あ、今そうだ、ね、でそれね、モノタロウがすごい使いやすいの、はい、うん、うち農家だからモノタロウ結構使うから、うん、すぐ領収書出るもんね、出ますね、今もうみんなそうですね、飛行機乗ったら会社名も選べるし、飛行機会社も、そう領収書出る出る、あれ楽だよね、必要ですよね、うわあんなになったらいいな、やばいっすね農家が使う反感システムがそんなになったら楽だねでももうほとんど標準みたいな機能がありまして、試したら、うん、ゼロから開発するんじゃなくて、はい、今オープンソースって呼ばれる誰でも使えるソフトウェアが、うん、オープ